はい、熊本市役所の辻山です。今後熊本のクリエイターに今期待するところはということなんですけれども、まあ、前段としましてはですね、熊本市の、今後、熊本の強みを生かして、熊本が発展、できる、成長分野としてですの一つとしてですね、このクリエイティブ産業というのがですね、打ち出されてまして、まさに私たちは、そのクリエイティブ産業を今後どうやって進行していこうかということをいろいろ考えて、そしてそれを熊本市の、政策事業に今反映させていかなければいけないという役割を担っているんですけども、現在活躍されているクリエイターの方々にさらに活躍していただいて、また今後クリエイターを目指す方々に夢を持ってですね、仕事をしていただいて、ひいてはですね、大きく羽ばたいていただくというところを期待しているところなんですけども、まあ私どもいろんなクリエイティブ産業に関する調査をさせていただきまして、そういう中で、やはり熊本市にもですね、熊本市周辺にも、ウェブデザイナーの方ですとか、グラフィックデザイナー、インテリアデザイナー、産業デザイン、の関係の方、いろんな、クリエイティブに関係されている方々いらっしゃると。中にはそう映像のクリエイターの方ですとかですね、それから漫画ですとか、そういうウェブを通じたゲームですとか、そういうコンテンツを、作られている方々も、いらっしゃるということでですね、現在非常に活躍されていらっしゃる方々がおられるところですけれども、さらに、活躍をしていただきたいなと。そのためには一つは、東京とか福岡に比べて、まだまだその活躍される場というかですね、そういう仕事を提供をしていただけるような企業さんというのが少ないのかなと。商品とか工業製品とか、あるいはホームページ一つにしてもそうなんですけれども、そこの価値というかですね、そういうデザインとか、それから、パッケージ、あるいはいろんな色彩ですとかですね、そういうなんていうんですかね、ロゴとか、キャッチコピーとか、そういったものを必ずしもまだ理解されて、商売をされてない方、あるいは製品を作られてない方っていうのがいて、こういうデザインっていう付加価値をつければ、もっともっとその商品ですとか製品の価値が上がっていくというようなことを、その企業の方々はもちろんですけれども、市民全体としてですね、そういうデザインが大切だというような、ことをですね、皆さんにこう分かっていただくと、さらに、こういう、プロの方々の、仕事の機会が増えてきて、で、引いてはそのクリエイティブ産業全体の活性化にもつながっていくのかなと。で、もうそれだけではなくてですね、さらにはこの、ネット環境がこれだけ、発達してますので、こういうクリエイティブな仕事というのはですね、何も首都圏だったり、関西圏にいなくても熊本で、東京ですとか、ひいては語学あたりをですね、生かしてですね、海外の仕事でさえも取ってこれるということでですね、今後もアジア市場あたりが非常に今伸びてますけど、そういった市場を見据えた時にですね、今後も非常に期待できる産業ではないかと思っております。ですからそういうクリエイターの皆さんには今後とも、頑張っていただきたいと思いますし、そのためのいろんな支援はですね、私どもでできることはしますし、それからいろんなつなぎというかマッチングあたりでですね、ご要望いただいて、市の看板を、使ってですね、いろんな商談ですとか販路開拓、そういったところにもですね、役立っていければなと
思っております。